キモニでございます。正月企画、あのね、前回の、スパークリング日本酒に、これですね、落とす入れてみました。さあどんな味なのか。まあ正直言ってこのね、炭酸はもう抜けてるとは思うんですけども、果たしてどうでしょうか。もうほとんどいただきます。おお、これツーンってきつい感じの、ちょっとアルコール度数高くなったんじゃないっていう感じ。だから今 25% ぐらいな気がした。これ今 15% なんだけどね、おみき入れたらさ 25% な気がした。ん、おみきじゃないわ、なんだっけ、いや、落とすだった。これあの、すごい薬味というか、なんか漢方っぽいのがいっぱいあるんですよ。健康になるような。うん、うまい。これ、本当におすすめです。めちゃくちゃうまいです。もう正月気分になります。これさえあれば。これ、常時売っててもいいと思うんだけどね。お正月ぐらいにしか売ってないんだよな、これ。うまい。ちょっとね、苦い、炭酸味も張って。でもほとんど炭酸はない。なんかアルコール度数これ高くなったんじゃない？ねえ、熟成しちゃった？なんか、アルコール発酵しちゃったかな？あ、もしかしたらそうかもしんない。甘さがないような、気がする。気のせいかもしれない。で、あとね、この実験とかを、やろうと思ってたのに、ちょっと足りなかったね。新しいのは足りなかった。普通に、なんだろう、新しいやつ、開けただけのやつ、で、この神社に、神様にあげつつっていうやつの味の違いっていうのを、予告ですけども、調べてみたいなと思って動画を、撮ろうと思います。予告の動画でぜひ見てください。はい、皆さんもね、正月楽しんでてね。バイバイ。うん、まあこれ何だっけ落とすはね、何に入れたって美味しいってことですよ。うん、うまい。無償ありがとうございました。まあ炭酸ね、これ入れてもあんまり変わりないな。でもなんかすごい苦みが増したような、そんな感じがする。ちょっとね、量に対してちょっと少なかったかな。もう結構飲んじゃってたからね。うん、よし、飲めてよかった。今年もこれ飲め